ジャン・レイは、ベルギーの弁護士、自由主義政治家、欧州委員会委員長を務めた。リエージュのプロテスタントの一家に生まれたレイは、リエージュ大学で法学を学び、1926年に、PhD を取得している。その後リエージュの高訴審裁判所で、法廷弁護士として、職歴を積み、ワロン独立運動に加わったことから、政界入りする。 1935年、令は自由党に入党し、リエージュの市議会議員となり、1939年には、会議員選挙で勝利する。第二次世界大戦が勃発した時、令は、ベルギー政府やレオポルド3世の独立政策を強行に反対した一人であった。1940年には、予備役として動員されたが、ドイツ軍に捕捉され、終戦まで、 監禁のみとなった。戦後、令和ベルギー連邦制の支持に回り、1947年には、連邦国家創設法案を提唱する。しかし、ベルギー議会の多数は、連邦制を議論することを拒んだ。令和1949年から1950年にかけて、復興担当大臣、1954年から1958年まで、経済省を務めた。 また政治家として早い時期から欧州石炭鉄鋼共同体の発展や欧州経済共同体、欧州原子力共同体の創設につながる協議に携わっている。1958年から1967年まで欧州経済共同体委員会委員で対外関係を担当し、ケネディラウンドの交渉で重要な役割を果たした。1967年、令和、 バルター・ハルシュタインの公認として、欧州委員会委員長に就任、連邦主義者らしく共同体の機構の強化に着手し、その中で欧州議会の権限強化と普通選挙の実施を提唱した。また在任中には、関税同盟の完成も取り仕切った。令和1969年のハーグでの加盟国首脳会議において重要な役割を果たし、 各国首脳はそこで2つの新たな枠組みを創設して、欧州統合をさらに進めることを決定した。すなわち、経済通貨統合と欧州政治協力で、今日の欧州連合のユーロと共通外交・安全保障政策の原型となるものである。またハーグではフランスが、イギリスの欧州諸共同体への加盟反対の姿勢を転換したということも重要な点である。 任期の最終年となる1970年、令和自身が提唱していた共同体の独自の権限について各国政府の支持を取り付けた。これは欧州経済共同体が加盟国の負担金のみでなく関税や域外から輸入される農産品に対する課税、付加価値税による歳入が可能になったのである。 1964年から1974年にかけて、令和ブルッヘの欧州大学院大学の理事長を務めた。また1974年から1978年には、欧州統合運動の指導者となり、またジャンモネキ金の役員も務めた。1979年、欧州議会の初の直接選挙で当選し議員となった。 ジェン・レイはなおもベルギー政界での活動を続けていた。レイは自由進歩党を離党したフランス語話者の自由主義の政治家の影のリーダーとなり、1976年にワロン系自由改革党を結成した。ありがとうございます。